の風は、日本海軍の駆逐艦。峰風型の13番艦である。の風以降の三隻は、兵装の配置を変更したため、の風型あるいは、峰風改め型と呼ばれることがある。舞鶴海軍工廠で建造。一等駆逐艦に類別され、横須賀沈附席に編入される。春工と同時に、同型艦の波風、沼風。 神風型駆逐艦第一駆逐艦と共に第1駆逐隊を編成し、千島、北海道方面の交通保護に当たった。1933年3月3日に発生した昭和三陸地震の時、野風は横須賀港にあり、第一駆逐隊の領館、神風、沼風、第6駆逐隊の伝、雷と共に当日の午後に出港した。野風は翌日早朝に、 岩手県の左官につき、救援に当たった。皇族の不設艦五福島が6日に、釜石に到着すると、同艦から物資を受け取って7日に、宮城県長川に移送した、日中戦争には1938年以降、下北、下中の沿岸作戦に参加する。太平洋戦争では、北方で紹介、海上護衛作戦に参加した。 しかし1945年2月20日の風は護衛任務中に普通インカムラン湾で米潜水艦パー5の雷撃で潜没した。ミネ風型は12センチ3番砲と4番砲の間に2番連装魚雷発射艦と3番連装魚雷発射艦を配置し、さらに2つの魚雷発射艦の間に水を設置したため手砲や魚雷発射艦の統一式や球団が困難だった。 そのため、大正7年度計画で建造された6隻のうち、最後の野風、波風、沼風では水を後部に移し、ここに3番砲と4番砲を背中合わせに配置するとともに、魚雷発射管を連続的に配置するように改めた。今までの峰風型と異なる管型となったため、野風型、または峰風改め型と呼ばれることがある。 艦長たちの軍艦誌234から235ページによる階級は就任時のもの。ありがとうございます。